はい、どうもこんにちは、高島です。今回は、インテリアについてです。前回紹介したアンティーク家具を安く購入する方法っていう、動画をアップしたんですけれども、 なぜアンティーク家具が高いっていう理由と、あとこうすれば安く購入できるよっていうのをご説明したんですけれども、それでその一つの方法としてヤフオクがいいよっていう話をいたしました。で、最近ヤフオクでアンティーク家具でこれいいよっていうのを見つけて購入したので、それをちょっとご紹介したいと思います。今回アンティークを購入したんですけれども、アンティーク家具ってインテリアの中にあると急におしゃれな感じが出すことができるっていう話も以前の動画でご説明させていただきましたが、アンティーク家具はまあヤフオクがいいよっていう話をして、でそれでさらにですね、ヤフオクでアンティーク家具の中でも部屋の雰囲気を良くする効果があって、しかも安く購入できるものが実はあるんですね。それが、こちら、これです。これ、今日届いたばっかりなので開封してみますね。はい、ほぼわかりますね、もう。はい、これです、額です。これがですね、ヤフオクで、2000円台ぐらいで購入できるんですよ。これ額ってアンティークマーケットとか行くと、まあ、日本の蚤の市みたいなところ行くと、こういうのこのサイズだいたい50センチぐらいなんですけど、まあ、この縦で50センチぐらい、まあ、40何センチと50センチぐらいなんですけど、これでこれぐらいのものだと1万円以上するんですよ。1万円以上で販売してるところをよく見えるんですよね。でこれってまあなんかめちゃくちゃ高いぞみたいな気が前々からしてたんですけど、ヤフオクだとこれ2500円でしたよ。2500円で、実はこれ、額他にも購入していて、もう届いてるんですけど、こういうもの、これまあ絵が入ってますけど、この絵がまあ入っている状態で、これでも2500円ぐらいで、これ中ね変えてしまえば、まあ、そのまま使えるんでいいですよね。でこれもう一個あります。これ最初の、白っぽいやつと同じぐらいの大きさで、これもこれはね2000円でしたね。めちゃくちゃ安いですよね。で結構ねしっかりしてんですよ。結構しっかりしていて、ちょっとボロいですけど、さすがに。ただここに、内側の板みたいなものが、ないので、この板をですね、ホームセンターなんかで、縦何センチ横何センチみたいな感じで、薄いまあね1センチ以内ぐらいの、板を購入してきて、まあ、ここにはめ込めばもうそれでまあ全然使えますよね。で結局そうですね、あのアンティークの雰囲気、こういう感じ、こういうね、あの複雑性、ちょっと汚れがあったりとか、これ木でできてるんですけど、経年変化がやっぱ起きてるんですよね。日焼けの具合だったりとか傷だったりとか、そういうのがやっぱあるんですよ。こういうことがあると、雰囲気が出すことができると、部屋がなんかいい感じになるんですよね。これで、こういうのも濃い部分だったり削れてる部分だったり、まあ、いろいろあるんですよね。でこれがすごい安いんですよ。これ3つ買っても、アンティーク市場、アンティークのなんかイベントとかあるじゃないですか。この間もこの近所の昭和記念公園で、日本最大の3万人ぐらいが集まるって言われてる、
飲みの市をやってたんですけど、そこも行ってきたんですけど、まあ、これぐらいのものを1個あたり1万円ぐらいで売ってるところをやっぱ見ました。で、特別すごいものとかいいものでもなかったんで、なんかちょっと割高だなっていうの、まあそれもやっぱり仕入れてリペアして販売するんですけど、多分その出店料とかも結構高いと思うんですよ、ああいう人が集まる場所って。で、出店料もあるし、あとはその人の、まあ、収入っていうか利益も出さなきゃいけないので、やっぱり3000円のものをいろいろ乗っけて販売しないと成立しないっていうことだと思うんですよね。ものとしては同じような、グレードのもの、価値のものだと思うんですよね。なのでやっぱりこれすごく安く買えました。ヤフオクで買うときは、やっぱり写真で判断するしかないんですよね。で、基本的には一点物なんで、商品の写真をご覧になって納得の上入札してくださいみたいなのがあるんで、例えば自分都合でやっぱ気になかった返品っていうことができないんですよね。基本的にはできないので、例えば壊れていたよとかそういうことだったら対応してくれるとは思うんですが、自分都合ではやっぱ返品はできない。自己責任な部分は大きいんですが、ね、いい綺麗な写真アップしている方多いですし、あんまりちょっとなんかボケてる写真のもんは手出さない方がいいと思います。というわけで、ヤフオクで購入する時のポイントをいくつか、言うと、一つは、サイズをしっかり確認するっていうことと、あとは状態をしっかり確認すること。壊れてる部分があったらその部分を写真上げてほしいとか、あとは文章をちゃんと読んで、この部分が壊れてます、4枚目の写真ですみたいなことも、あるので、まあ、ちゃんと文章を読んで、それで納得の上購入するという感じですね。で、これちなみに2000、これ700円ぐらいだったかな、2700円ぐらいなんですけど、送料が1500円ぐらいかかりました。なので、送料高いんですけど、まあでも4000円ぐらいで4000円ぐらいで購入できるんで、まあそれでも安いですよね。で、僕は購入した理由が、まあ、あるんですけど、それちょっと説明しますね。はい、この部分ですね、このグリーンの、部分なんですけど、これが、ここが店内の入り口から入った、ところなんですが、ここがちょっと殺風景、なんかお店の文字でも後から入れようかなとか考えてたんですけど、それもちょっとなんか微妙だなと思ってたんで、ここに来るものを、探してました。そうですね、この額縁をこういう感じで設置していこうかなというふうに考えてます。何飾ろうかなって思ったんですけど、僕は、まあ、デザイナーとフォトグラファーっていう仕事もやってるので、このブランドのですね写真とかも撮っているんですよ。こんな感じで これとかも全部自分で写真を撮ってるので、その写真を、ここに引き伸ばした写真をプリントして、写真屋さんとかでプリントして、でここにのちょうどいいサイズで、作ってもらって、ここで、3つぐらい飾ろうかなと思っているんですよね。で、例えばこれ今、まあ、一応つけれるんですけど、こんな感じで、つきます。で、ここコンパネの壁なのでネジをここに打つことができますので、結構簡単にねこういう感じで、つけることができます。で、これがね普通の東急ハンズとかで売ってる新品のアルミ製のフレームとか使うとなんかすごいしょぼい感じになってしまって、これ造花っていうかフェイクグリーンになってるので、また新品の作られたものっていう感じなんですよ。
なのでその作られたものと、まあこれも作られたものなんですけど、経年変化しているものなので、まあ結構雰囲気が出ます、この組み合わせだと。はい、というわけでですね、アンティークのものをインテリアに取り入れる場合に、結構おすすめなのが、この額縁ですね。結構安くて、まあ、すぐ壁とかにすぐつけられるので、自分の好きな絵とかポスターだとかね、あとは写真撮る人だったら写真でもいいですし、まあ、好きなものをこう入れて飾ることができる。インテリアのコツみたいなもので、あの古いもの、アンティークのものとか古いものだけを集めると古臭い家になってしまうんですよね。で、逆に新しいものだけで、やるとちょっとチープなイメージ、のっぺりした、イメージに なってしまいがちなんですよね。っていうのも、まあ、以前から言っている複雑性が、あるものと、新品の、あのつるっとした変化のないものっていうののやっぱり違いが結構あって、それのうまいことをミックスするのが大事なんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ、新品で綺麗な、ね、新築の家とか、まあ、なんか賃貸マンションとか、まあ、綺麗なあのところが多いと思うんですけど、そういうところに少しアンティークをちょっと取り入れたり、あの観葉植物を取り入れるみたいなことが、それのバランスっていうので、まあ、インテリアがおしゃれに見えるっていうのはあると思います、ね、例えば、まあ、なんか古着を、若者が古着を着ると、まあ、なんかおしゃれに見えたりするけど、あのおじさんが古着を着ると古い人みたいな、昔の人みたいに見えたりする、なんか そういうような感じだと思うんですよね。だから綺麗なもの、清潔感のある綺麗なものに、まあ、ちょっとそういう雰囲気のある味のあるものを組み合わせるとかっていう、まあ、そのバランスっていう感じですね。はい、というわけで、今回の動画は以上になります。また、他にもね、インテリアのこと言いたいこともいっぱいはあの出てくると思うので、インテリアのことだったり、あとはデザイン、まあ、もともと僕はデザイナーなのでデザインのことだったりとか、あとは写真も、写真の仕事もしているので、写真の撮り方とか、まあ、インテリアの写真の撮り方でもいいかもしれないですね。というわけで、まあ、次回もまた、こちらから、多分こちらから、お送りしたいと思います。というわけで、ではまた。